なんかやたらノイズが多い。どうしたんやろ今日。お、やっば。これ雨か。はい、ということで本日は PGY テックさんから発売されております、このハイスピードカードリーダーケースを紹介させていただきます。欲張りに2つも送っていただいたんですが、この一回りコンパクトな方が SD カード、マイクロ SD カード、そしてナノ SIM に対応したものとなっております。一方でもう一回り大型の方は CF エクスプレスタイプ A にも対応したものとなっております。最近はデジカメでもタイムラプスとか高画質動画モードを使うと、あっという間に数十ギガバイト食っちゃうっていうことも珍しくなくなってきたんですけれども、そういったデータをやり取りするときなどに使えるんじゃないかなって思いますので、そのあたりを中心に見ていきたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。じゃあまずは開封の方からやっていきましょう。開封終了です。このブラックの方が従来型、そしてモスグリーンの方が CF エクスプレスにも対応した新型となっております。カラーは選ぶことができるんですけれども、このモスグリーンなんか特にいい感じですね。そして片びらも付属しておりましたので、とりあえず取り付けてみました。これでベルトなどにぶら下げるということも可能となっております。それではカードリーダーにもなっていますので、次に中身を見ていきましょう。それでは次にケースの作りをチェックしていきましょう。基本的な構造はどちらも同じなんですが、このより大型の方が CF エクスプレスにも対応しております。そして中にしまっておいたカードを取り出したいときは、こちらからプッシュしてやればこんな感じで引き出すことが可能となっております。そしてこのロゴの入った方が表面になるのかな。こちら側には SD カードを3枚、マイクロ SD カードを4枚、さらにはナノ SIM カードを2枚入れておくことが可能となっております。最初からマイクロ SD、SD アダプター、さらには SIM ピン、これはついてきます。一方で裏面については CF エクスプレスタイプ A を3枚入れておくことが可能となっております。試しに1枚入れておきましょう。一方でこちらについても、例えば予備の SD カードだとか、よいしょ、あとは GoPro などで使うマイクロ SD カードですね。こういったあたりを保管しておきます。そして収納状態に戻すと、これ IP54 プロテクションがついておりますので、例えば多少水滴とか粉塵がついても大丈夫です。次にカードリーダーとして使いたいときなんですけれども、こちらに挿入口があるのがお分かりでしょうか。まずはカードを、例えば CF エクスプレスの方であればこちらに挿しまして、一方で SD カードなどは下になっております。ただしマイクロ SD の場合は必ずこちらのアダプターと併用してやる必要が出てきます。そしてこちらに USB Type-C 端子が見えているんですけれども、このケーブルを取り出したいときは、まずオレンジのこの爪を1回こちら側に倒します。そうするとこんな感じでケーブルを引き出すことが可能となっております。これを PC につないでデータのやり取りをするわけですね。最近はほとんど USB Type-C 対応が多いので、多くのパソコンで使えるのではないでしょうか。なおこの状態では収納することができませんので、まずはケーブルをグッグッとこんな感じで押し込んでいきまして、そしてパチンと音が鳴るまでしっかり固定する。さらにはカードを引き抜いて、
元の位置に戻しておけば、これで収納状態に戻すことが可能となっております。基本的にはこの大型の方も CF エクスプレスに対応している方もこのブラックの方も同じなんですけれども、こちらの方が SD カードの収納できる枚数が1枚増えております。その代わり CF エクスプレスには対応していないというところですね。またこの読み取りの部分に関しても SD カードとマイクロ SD カードとなっておりますので、使うカメラとか人によってはこちらの方がより使いやすいと感じるかもしれません。あ、そうそう、ケースは結構厚めのラバーに覆われておりますので少々ぶつけても大丈夫です。さて、それでは次にカードリーダー部分の性能をチェックしていきましょう。それでは性能を測るためにベンチマーク取ってみましょう。スタート。どうやらベンチが取れたようです。あ、ベンチテストだとやっぱカードにもだいぶ依存しちゃうか。どうしようかな。じゃあ今度はこうしてみましょう。同じカードを使ってカードリーダーから読み込む場合とカメラから直接読み込む場合、それでどれぐらい違いが出るかっていうところを測ってみましょう。それでは実際の転送テストをやってみましょう。まずは PGYTEC のハイスピードカードリーダーを使った場合です。これファイルどれぐらいあったっけ。192個、そして 14.36GB のファイルがどれぐらいの時間で転送できるかちょっと見ていきます。お、確かに早いね。もう終わった。今何秒ぐらい。次に転送するデータ量や使うカードは同じにして、今度はカメラからパソコンに直接データを取り込んでみます。なお使用しているカメラは α7-4、 そして USB Type-C ケーブルで直接 MacBook Air につないでおります。さて移動してみましょう。よいしょ。さあ今度はどれぐらいかかるでしょうか。はい、ようやく終わりました。今だいたい6分ぐらいかかりましたか。全然違うね。この PGYTEC さんの新しいカードリーダーケースを使うと数十秒で終わってしまうものが、カメラに直接つなぐと6分ぐらいかかるということで、明らかにもう体感的にも実測的にも違うということがわかります。特に撮影に時間がないとか、どうしても大量のデータを使うとか、イライラしやすいっていう人はこのリーダーめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。本当に全然違う。びっくりした。はい、ということで PGYTEC さんのハイスピードカードリーダーケースいかがだったでしょうか。そして途中明らかに収録日が変わったということがお分かりだと思うんですけれども、実はこちらのケース IP54 プロテクション仕様にはなっているんですが、さすがにあのザーザーぶりだとちょっとまずいかなって思ったんで、というかもう収録できなくなるぐらい雨降ってたんで断念いたしました。 IP54 だから、例えばジーパンとかにぶら下げておいて川をある程度ジャブジャブ歩いても、粉塵とかあるいは水滴、こういうものがついても大丈夫っていう感じですかね。あんまり水にジャボンとつけてしまうとちょっとそれはまずいかなって思うんですけれども、ある程度屋外での使用にも耐えうるということでございます。そしてこちらのケース CF エクスプレスを結構入れることができますので、例えば外でデータのやり取りとかするときに、自分の場合はやっぱりソニー E マウント系を相手にすることが多いので、そこで結構役に立ったりしていますね。最近はSSD に直接書き込むことができるような、そういう機種とかも出てきてはいるんですけれども、ソニーとかはねまだちょっと対応してないっていうところがありますので、対応していない機種も多いって言った方がより正確かな。なんでそういうところで何かデータをやり取りするときに、結構いいかなっていう感じですね。はい、それでは本日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さよなら。